よろしくお願いします。早く終わってください。気候なチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。アローズスクリーンのシーサです。さあ、今回からはですね、こちらの気候なチャンネルで新番組がスタートするということで、やってきておりますのは兵庫県加古川市にございます気候な加古川店さんです。そして、もうこちらにはですね、気候なグループのお偉いさんが立ってらっしゃいます。どうも、加古川店の森口博子です。はい、誰も落とせん。出るって出るんでしょ。4回目、こちらの番組は、毎回閉店後にお店にお邪魔して、そのお客様が帰られた後のホールの中で、私シーサとエリアマネージャーでありますトミーさんと何らかのバトルを毎回やっていくという企画になっております。さらにですね、そのバトルの結果次第では罰ゲームもあるということで、私シーサとそしてエリアマネージャーのトミーさんとのバトル楽しんでいただけたらなと思います。そして今回はですね、第1回目ということでご用意いたしました企画が、閉店後まだ AT 中や ART 中の台がホールには数台残っております。その惜しくも取り切れなかった台を、私とトミーさんとで実践をして、お客様が残された台どっちが出せるか勝負っていうのを今回やっていきたいと思います。そして、負けた方には罰ゲームもございますので、バトルの内容を楽しんでいただけたらと思います。さあ、それでは早速 AT、ART が残っている台を探しに行きたいと思います。で、森店長は立ち会いということで、我々が不正をしないかですね一応お店の責任者として何も悪いことしませんので、何も持ってませんので、はい、大丈夫です。はい、ということで、行っていきたいと思います。行きましょう。はい、さあ、というわけでちょっとね、555台って多すぎますね。多すぎますね。かなりの量です。この中でしかもまた R 字前になってますので、なかなかこう迷路みたいな。そうですよね、台の正面まで行かないとなかなか分かりづらい。あ、お、ちょっと待って、ありましたありました、これ正宗2ですね。しかも残りゲーム415ゲームあります、うん、あれ、しかもこれだけ出て、これだけのゲーム数があるってことは絶対秀吉決戦入ってるじゃないですか。そういう設定だったらですよ、これだけゲーム数あったらまだ伸びます。伸びますね。じゃあ、あ、ちょ、いや、フェアじゃないですよ、はい、フェアじゃない、フェアじゃない。まだ誰も座っていいとは言ってないです。他にもいいのあるかもしれないんで、ちょっと他のだ見て、はい、でもこれいいですね、はい、あー、トミーさん、ーカンフーレディありますよ。これがいいんじゃないですか。残り444ゲーム、私これで3000枚出したことあるんで、これにしようかな。いやいや、まだ早いですよ、はい、まだ早いです、まだ、これも、でもなんなら、どうぞむしろどうぞ、いや、ちょっともっとむしろどうぞなんかどうぞどうぞできない。いや、でも、うん、結構こう見たらやっぱこういう台って何台もあるんですね。ありますね。あ、おゼロカラッシュあります。ありますね。ただこれそうなんですよ、デモ画面じゃ分かんないんですよ。ちょっとコインなんかをちょっと入れてみましょうか。1枚じゃあ、あ、これがいいんじゃないですか。もうありますよ、もう。お疲れ様。はい、お疲れ様ということで、はい、残り1ゲームですけど、はい、分かりませんよ。まあ、確かに、ね、絶望に抗がいありますからね、最後ね、はい。もしかしたら鬼、鬼降格とかにいて、後乗せで50とか来て、そこからこうエンディングなんていう可能性あります。まあ、かなり薄そうですけどね。
さあ、なんかね、うわっ、いや、なんもないっす。いや、なんもないっす。なんもないっす。なんもないっすか。うん、なんか3台だけですかね、今日は。おお、3台だけですかね。やばいやつ見つけました。やばいやつ見つけました。これちょっと見ていただけます。やべえ。獲得枚数今7761枚ですけど、193ゲーム残ってるんですよ。これ修羅の時の残り193ゲームって、そんじょそこらの残り193ゲームじゃないですからね。これ面白いでありましたね。じゃあここは公平でじゃんけんをして、ね、勝った方が、はい、じゃあ修羅の時、かりました。負けた方が政宗2っていうのでどうですか。わかりました。最初はグリ。いや、じゃあ最初はキコーナでいきます。最初はキコーナ、はい、最初はキコーナ、じゃんけんポン。おお、じゃあ次アイコでショーでいきます。はい、アイコでショー。気が合いますね。アイコでショー。おお、3分の1、3連続ってなかなかですよ。アイコでショー。これはちょっと、アイコでショー、5連続。アイコでショー。やりました、シュラゲット。うわ、楽勝です。楽勝って5回も引き分けといて楽勝って。じゃあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいね、5回もアイコが続くってなかなかですよ。さあ、というわけで私シーサーは政宗2を選択しました。というよりじゃいけんで負けてしまいましたのでこっちにしました。でね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、これ今日1日のスランプグラフですね。見てください、3枚数でもう4000枚超えてるんですよ。で、このね、一番低いところからだと7000枚以上が出てるという中で、今こちらの台はですね、見えますかね、獲得枚数2125枚一撃で出てるんですけど、その前にはですね、一撃4000枚ぐらいの波があって、そしてその前にも2000枚ぐらいの波があってということで、まあやっぱりこう奇数寄りの台かなっていう感じはしますよね。であれば、この残り415ゲームなかなか面白い ART になると思います。それでは2時間ですね、回していきます。よろしくお願いします。でも楽しかっただろうな、この台。今日はなかなか ART に入れてもここまで育てるのが大変な台じゃないですか、政宗2って。この状態から打てるっていうのはすごくいいですね。あれ、こんなレイアップ来る台でした。さあ、チャンス目。スイカ勝ったろう、これは勝ったろう。今だってほら、あ、毛利か、毛利でしたよね。久しぶりで名前が出てこない。あ、毛利ですね。確定です。はい、よし。とにかくこれを繰り返さないといけません。そしてここは秀吉決戦突入になります。早速楽しい時間がやってきます。めちゃくちゃ乗せたいな。200ぐらい乗せたら結構いい勝負になると思います。さあ、最初の7呪いから秀吉決戦突入です。よし、この音聞こえてればいいな、あっちまで。プレッシャーになる。お、金ナビです。2つ目。2回か。なかなか
なかなか難しいですね。一撃でいきます。110ゲーム。まあまあ打ち始めた時が400ゲームちょっとの残りだったので、これで増えましたね。残り475ゲームあります。残り192ゲーム、まんまいきます。ちなみにこの修羅の時なんですけど、設置が2020年の10月までなので、あと10ヶ月弱、まあ、もう設置してあるホールもだいぶ少なくなってきてるんで、ぜひともね、貴重な加護ガーデンでご用意いただければなと思うんですけど。まずいよ。よし、ボーナスいただきました。ありがとうございます。よっしゃ、ビッグボーナスいただきました。ビッグボーナス。おお、やった、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。はい、特化ゾーン入りました。ST です。いい感じ、いい感じ、 OK、 やーい。大丈夫大丈夫大丈夫。一旦ね、でボーナスもいけたんで。あれ、順調ですか？順調です、むちゃくちゃ順調です。まだわかんないです。いやー、やっぱ早いですね。早いです。結構頑張って乗せてるんですよ。でゲーム数打ち始めた時とあんま変わんないんですけど、はい、まだ300枚ぐらいしか出てもうだって600枚ぐらい出てるってことでしょ。やばいやばい、めちゃくちゃ早いです。すごいな。まあまあ見せ場作ってるんで。あ、特化ゾーン入りました。入りました入りました入りました。ただ乗せは相当弱かったですけどね。いやもうだってもう万枚は見えてるでしょ。見えてます。いや、こうはこうしちゃおられん、はい、こうしちゃおられんです。いや、スピードが違いすぎますよ。早く終わってしまえ。とにかくこっちは ART を終わらせないようにしないと。浮田、さあ3回目浮田とのバトルはそろそろ勝とうぜ。結構レアエグ引いてますけど、こういうタイミングでね、おっと、暁出現です。これはもらった。はい、2回目の青七揃いです。さあ、秀吉決戦あるか。突
キワシロ。もう一回。ここはない。ただゲーム数はちょこちょこ載せてますので、これでまた残りが398ゲームということになります。さあ、ここで3回目の活躍になります。もう1回飛ばしますね。いっぱい毛利東土なんでか。はい、残り209ゲームですね。ようやく獲得枚数が3000枚超えたので、僕はやっと1000枚出せそうです。もうすぐ。モードね、ちょっと下がっちゃった。で、63ゲームまあちょっと言うてやっぱゲーム数減ってきてるんで、だだおお来た。こんな見たことないっす。皆さんご覧になったことあります？これ私ない。やべえな、マジでまんまに見えてきましたよ。これはでも本当に、おほほほほ、はい、弁慶。武蔵坊弁慶。はい、むちゃくちゃ強い。はい、特化ゾーン入りました。次の50ゲームぐらいはね、乗せたいなと思います。おお、大丈夫です。ありがとうございます。50ゲーム乗せたいな。全然ダメですね。申し訳ない。OK、ありがとうございます。ビッグボーナス。もう8600枚超えてますから。おっ。なぞーす。いきますよ。一個いただきました。ちょっと弱い。まあ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 、乗せれただけでも。所詮俺相性悪い。すごい持ってますね今日は。おお、ふう、いやこれいける。1000枚あといけますよ。50ゲーム。あっ、全然あかんやん。まあまあまあ、ありがとうございます。ビッグボーナスいただきました。
よっしゃ。今極みやったんですよね、多分ね。だからこれめちゃくちゃ期待できる。よし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 。いきますよ。いやいや、もう多分大丈夫です。どうあがいても勝てないんですけど。やっと僕1000枚出ました。あとどれくらいあるんですか、ゲーム数。いや、これまだこれもあるんで。あ、緑あるじゃないですか。これ終わりませんよ。もうカンストでしょ。あと700枚くらいで、おそらくもう間違いなくいけるんじゃないかなってところです。10 30。いやー、40は大きいよ。これで、あ、でも残りゲームはもうそんな、そうですね、ないんですね。ギリギリで残り65ゲーム。これは終わるかもしれません。いや、あと1時間あるんで。ちなみにですね、トミーさん、罰ゲームはあのスロット台の1列大清掃してもらいますので、はい、頑張ってください。僕まだ200ゲーム以上ありますんで頑張ります。で、意外とちょっとこういうこと言うのなんなんですけど、意外と出せてないですよね。だってまだ1400枚くらいしか出てなかったですよ。あっちが AT 終わればあとはこっちが伸びるだけなんで、勝ったなこれは。おー、ダブル。これは嬉しい。ちょっとね、残りゲーム数が、さあ残りが217ゲームですね。多分トミーさんそろそろ終わってるんじゃないかな。 AT そろそろ終わってるとしたら2000枚も出せてないはずなんですよ。で、こっちは今1000枚出してるんで、これ勝ちますよ。あっちの AT が終わってればもう。フリーズしたかと思った。島電源が切れましたね。はい、いやー、びっくりしました。やっぱ閉店後なんで、こう何が起こるかわからないというか、まあいつもだったらね、パッとこう島電源が落ちて前代の電源が切れるところを残してもらってたんですけど、今一瞬フリーズしたかと思いましたね。島電源が落ちたんですが、まあ、ご覧いただいている通り AT-ART 中電源のオンオフでは何も消えませんので、まあ、例えば営業中に終電なんかでね、電源が落ちることがあっても安心してください。まあ、このようにですね、復旧しますよっていうのは、まあ、閉店後ならではの実践じゃないでしょうかね。いやー、もうなんかエリアマネージャーが実践されているので、絶対エリアマネージャーを勝たせようと僕が打ってる島の電源をバックヤードで落とされたのかなと思いました。頼む。おっ、またギリギリで救われましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごい、ドラマティック、まさに。よっしゃ。ほら
ギリギリなんですよ、いつも。おお、でけえ。ただまだね、そうでしたよ。いやー、いろいろ持ってる。これ本当にいよいよ見えてきました、真ん前。激アツとな。うおー、これは閉店後だからこういうことできるんですよね。営業中そういうことしちゃダメですよ。